皆さんこんにちは、フルートの立花です。今日はブリチャリティキーについてです。フルートには C フラットまたはラーシャープを出すときに用いる左手親指のブリチャリティキーというキーがあります。曲を吹いている間、このキーさえ押さえておけば C のナチュラルを吹くときと同じような意識で C をフラットにできるため、フラット系の長々の曲などハーの音があまり出てこない場合にとても有効です。また動かす指の負担が減れば、それだけ速いパッセージが演奏しやすくなります。注意しなければいけないのは、このキーを押さえていると3オクターブ目のファシャープが出なくなってしまうことです。このような場合はドの音などを利用してブリチャリティキーから指を離します。またブリチャリティキーからハーのキーへ滑らせるのは困難で、このキーを使うと演奏できないパッセージがあります。このような指の動きを練習する曲がアルテなどのエチュードに掲載されています。慣れてくると3オクターブ目のファシャープが出てくるときに自然にハーのキーへ動かせるようになります。便利な割に正しく使いこなすにはある程度の練習が必要となるので、指導する先生のカリキュラムや吹奏楽の部活の方針によってはブリチャリティキーをあえて使わない場合もあるようです。ただ先ほど述べたようにフラット系の長のメロディーをスムーズに演奏したり、運指の負担を軽減して速いパッセージを演奏するときに必ず役に立つので、もし機会があれば初心者のうちからぜひそのためのエチュード、それから音階練習の一覧を使って使い方をマスターしてみてください。ではまたお会いしましょう。